今日は「かす」という字を書いてみましょう。まず1画目、1画目はこの辺りから左払いします。2画目は1画目のこの辺りに触れて縦画を書きます。3画目はこの辺りから少し右上がりになる横画を書きましょう。4画目はこの辺りから斜めに降りてきて、少しカーブしながら降りてきて、2画目の底辺ぐらいまで来たら上に跳ね上げましょう。5画目はここにできたスペースに点を書きます。6画目はこの辺りから縦画を書きましょう。7画目は6画目の書き始めと同じ位置から始まって横に進んで折れ曲がってきて高さを揃えて止まりましょう。8画目は6画目の縦画を3つに割った1つ分目、ここに横画を書きます。9画目は6画目を3つに割った2つ分目、ここに横画を書きます。10画目は6画目と7画目の書き終わりを結びましょう。11画目はここから短く左払いします。12画目はここから点を書きます。ポイントとしては上のパーツと下のパーツに分かれる字ですので、上のパーツがあまり大きくなりすぎず、で、この上のパーツのここのアーチの中に貝をスポッと入れて描きたいので、上のパーツをあまり細くペタン描いていかないようにしましょう。で、あとは貝の横画が並んだところは等間隔になること、最終画は底辺を揃えて書きましょう。